では決勝トーナメント、早速始めたいと思いますが、先ほど同様ゼロ回戦がありますのでゼロ回戦から先に始めたいと思います。2回転さん対イルパリオさん、さあ2回転さんは、こちらのバーサスの店員さんで、さらにぷよぷよだのなんだのいろいろやってる方ですね。ルガールも出していただきありがとうございます。対するイルパリオさん、ガロスペゼンの方ですが、予選で予策をボコボコにして決勝トーナメントに進出しております。さあもう今日はちょっとルガール率が高すぎる気がするんですけども、まあ必然的ですね、もうこれはね、まあ、自分も含めて勝ちに来てます ね、 そうですね、勝ちに行くならやっぱりルガールですね。さあ始まりましたが、さあイルパリオさんが予選での快進撃をそのまま維持できるか。逆にちょっとあの2回転さんのプレーを今日は初めて見るんですけども、実際どうなんですかね、結構やり込んでる感じなんですか。いや、数は多分全然やってないと思うんですけど、全然やってなくてこの動き、あ、プレア性能はすごい高いんで、さすがですね。これはそうですね、2回転さんのルガールが1本戦ですね。さあイルパリオさんはこの件数がなかなかうまい、2択を迫ってくる件数なんですけども、相手がルガールだとちょっと転ばせるのも結構大変な気がするんですけど、そうだけどまだあのしゃがんでも確か、まあ、AD の中段が使わないんですよね。ということで件数はルガールに対してはなかなかいいという情報ですけども、さあイルパリさんの件数がここはちょっと待ってしまった。このルガールがマックス状態です、怖いですね。プレッシャーがすごいですね。わーっとここは消費を出すけども、しっかり落ち着いてジェノサイド。さあ2回転さんが対してやってもいない急行でどこまで快進撃を続けていくか。さあイルパリさんも今回はルガールを解禁していますけども、これは厳しい。さあ投げる、うまい、体力はこれは仕方ない。ああなっちゃったらどう対処できますか。相打ちですけども体力がもうあとはリバーサー避けで、バリアをジャックか強化頑張って見極めるしかないですかね。これジャックか強化の見分けってできないですよ、ちなみに出した直後は。そうですね、そもそもリバーサー避けが結構難しいと思うんですよね。さあシューティングモードに入る、あと跳ね返す。さあイルパリさんの、おー、これはでかいぞ。ルガールが巻き返せるか。さあバリアに手を出してしまう、バリア、あーっとうまい、バリアガードからのダキャン、ジェノサイドは不発。さあ2回転さんが、0回戦を勝って1回戦になりますね。この対戦はかなり個人的に楽しみですね。そうですね、ゼロ回戦で当たってしまうのはもったいない感じですね。まあこれも苦渋なので、さあ Q さんはいつものマイ・エイジ・ジョー、対する北野さんがアンディ・ユリ・ヨリとなっております。さあ同じ同門対決になりますけども、これはどうですかね、初期さん。これ2人とももう救護力といいますか、それはもう最高レベルなんで、お互いも手の内知り尽くしてると思うんですけども、ね、ただあの口情報として Q さんあの今夜勤明け、夜勤明けで寝ないでそのまま来たとかわけのわかんないこと言ってるんですけども、いつ寝たんだみたいな。その前にはさっき予選の時は凄まじかったですよね。これは何ですかね、あの仕事疲れの人が見せるプレーですかね。あ、ここは投げられない。さあネタがここは2発へ、あ、言いましたね、結構あそこはめくり勝利を強にすることでちょっと反撃を、あいつも弱です、そうですね、ちょっと惑わせようっていう感じなんですかね、あのガードされた時の保険というか。さあ危ない、これはどうの、あ、A 級が今日は出ない。いつもですとあのあそこから A 級持っていくんですけども、さあこれは入る、このジョーの動き、あっとタイガーぶっ放すが、
まだ削りでも OK か、削りでちょっと死なないですね、あの2人ですね。さあ、これはユリはちょっときついか。さあ、ユリとしは削るのを2択に持っていきたいところですが、ここは削りかな。脱衣して、マイが1本。さあ、北野さんは、ラストのアンディ、これちょっと次エイジがいるんでなんとかしたいところですね。そうですね、一回コンボ入った時のキャンさんのあの空波ダンスとか勝利のタグがすごいうまいんで、そこに持っていきたいところではありますね。北野さんはとりあえずこの前を一回転ばせたい。起き上がり攻撃になったらもうどっちにガードするかわからない感じになる。さあ来るか、来る来る、あーっとガードしてる。さすが Q さん、よく見ている。さあ北野さんもう後がないが、ここから巻き返すことができるか。これは投げ、あれ大丈夫ですか、それクワガとか最後出しちゃって投げの後なんかダメージが減るとか、なんか減るんでしたっけ、このゲーム。アンディも反映されるんですか。アンディはどうなんですかね、 Q4 の時はなんか飛翔剣とか出しちゃうとすごい減っちゃうイメージ。アテナだけのイメージだったんで、じゃあ他のキャラも全員あります、全員出た。投げの後に行動を起こせるやつはみんなあります。まあ死んだからいいけど。さあ相互言ってる間に北野さんのアンディがエイジを追い込んでいるが、こうあっと Q さん何かやろうとしたけどミスって、さあしかしここは Q さんのエイジが勝利ということで、0回戦を制したのは Q さん。